レッドブルから離れることを決めたエイドリアン・ニューウェイの獲得に、数多くのチームが名乗りを上げた。現時点では、アストン・マーティンがニューウェイを獲得する最有力のチームとなっているようだが、レッドブルとの取り決めにより、契約締結の発表は9月までは行われない見込みだ。ギャラリー、これが記載の仕事。エイドリアン・ニューウェイ作のベスト10マシン。 今年の5月、ニューウェイがレッドブルを離れることを決断。2025年の3月まではレッドブルでの仕事を続けるが、F1 マシンの開発には関わらない予定で、ハイパーカー RB17 の最終仕上げなどが主な仕事になる予定だ。ニューウェイは現在65歳であるが、今でも業界内で最高のデザイナーの一人であるとみなされており、 レッドブルを離れることを決めたニューウェイを獲得しようと、多くのチームが名乗りを上げた。当初フェラーリが移籍先の最有力と目されてきたが、マクラーレンやメルセデスも獲得競争に参加。しかし最近では、アストン・マーティンに加入する可能性が急激に高まっている。先月ニューウェイは、シルバーストンにあるアストン・マーティンの新ファクトリーを秘密裏に訪問。 チームとの間で契約をまとめるための交渉が続いているとされる。情報筋によれば、アストン・マーティンとニューウェイの交渉は進んでいるものの、現時点では契約が交わされたわけではないという。そしてニューウェイはまだ自分がやりたいことについて検討中なのだという。モーターズポート .com の調べによれば、ニューウェイにはレッドブルとの取り決めがあるため、 次のチームとの契約がまとまり、それが発表されることは、9月まではほぼ確実にないだろう考えられる。この状況について詳しい別の情報筋によれば、レッドブルと合意した契約終了の取り決めの一環として、ニューウェイは少なくとも9月までは、将来の居手について発表できないという。ただ9月に契約が締結されたとしても、 業務を開始できるのは来年3月以降とされる。つまり契約締結からは6ヶ月以上の猶予が残ることになる。アストン・マーティンは近年、シルバーストンに新しいファクトリーを開設。新風堂も間もなく稼働する予定である。また人材の面でも体制を強化。 先週には、マーティンウィット・マーシュの後任としてグループ CEO に元メルセデスのエンジン部門責任者であるアンディ・コーウェルが10月から加わることが発表された。またフェラーリのシャシー部門のテクニカルディレクターであるエンリコ・カルディとの契約も結ばれ、ダンファローズが率いる技術陣を強化している。 ただカルディは、フェラーリを離れるにあたってガーデニング休暇を取る必要があるはずであり、いつからアストン・マーティンでの業務を開始できるかは、現時点では不明である。ジョナさん。